ドイツ代表は現地時間2日、国際親善試合でオーストリア代表に 1-2 で敗れた。ヨアヒム・レーブ監督は、危機感を強めている。ドイツ、ZDF が、指揮官のコメントを伝えた。前回大会の王者であるドイツは、ロシアワールドカップでも優勝候補に挙げられるチームだ。その強豪がワールドカップ出場権を逃したオーストリアに、記事全文を読む。